日向坂46の加藤志保、小坂奈緒、正源司陽子、藤島香穂が、9月24日放送の日本テレビ系情報番組、デイデイ、一部、月曜から木曜朝9時から11時10分、金朝9時から10時25分、に VTR 出演。2月に開催されたオードリーのオールナイトニッポン、日本放送、毎週土曜深夜1時、のイベント、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームを振り返った。日向坂46、オードリー東京ドームイベントに刺激、全国ツアー2024にて12月に2度目の東京ドーム公演を控える日向坂46は、冠番組、日向坂で会いましょう、テレビ東京系、毎週日曜深夜1時5分、で MC を務めるオードリーの東京ドームでのイベントを観覧したことを解雇。加藤は、オードリーさんのグッズの服を着て見に行ったんですけど、すっごくかっこよかったですと感動を口にした。また、小坂は、私たちもオードリーさんが東京ドームに立っている姿を見て、今年に入ってまた東京ドーム目指したいねって目標をみんなで掲げながら1年スタートしたので、今年私たちも立てたらいいなという気持ちがすごく高まったなと思いますと良い刺激になっていたことを明かした。東京ドーム公演をもってグループを卒業する加藤は、絶対最高の笑顔になれるライブになると思うので、オードリーさんも見に来てくださったら嬉しいです。見に行きたいと思ってもらえるように活動を頑張りたいと意気込んでいた。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.